皆さんおはようございます。今日はちょっとズボラなアイモンの朝食を紹介いたします。これは普通にお水とトマトとネギとサバ缶半分を、昨日食べたサバ缶の残りを半分入れて、これで水で煮詰めていきます。で、最後にちょっと塩コショウがネギ、多分こういう塩とコショウで味付けして、で最後にこの焼いてるパンの間に挟みます。パンはね、こうやってアルミホイルをかぶせて焼くと焦げないですよ。焦げないし、いい感じに焼けます。これはこのまま煮詰めていきます。サバは梅と一緒に煮たり、トマトと一緒に煮たり、ちょっと酸味のあるものと一緒に調理すると臭みがなく食べれます。私はサバ缶そのまま温めて食べるときは、生姜とかネギとか大根おろしもすごくいい、薬味をちょっと上にちょいちょいってのせて、でも醤油かポン酢をかけて食べます。サバ缶はちょっと食べる前にお湯でさっ洗ったりしても、塩分とか余計な油が取れるのでおすすめです。朝食にとてもヘルシーで高タンパクなの で魚の油はとてもなおにもいいので、やってみてね。バイバイ。